今回はエビのストックとイカスミで作るリゾットをご紹介します。生のエビを買ってきて身を使った料理を作ると殻や内臓が残ってしまうことがありますが、これらはとてもいい出汁が出るので捨てずにストックを作って凍らせておきます。エビの殻に火を入れた時の独特の香りと殻の内側に詰まった旨味を油と水に移していきます。今回の映像では身は使わないので撮影外でいただきました。エビのストックを作る時は殻を包丁で小さくした方がストックに香りや旨味が出やすいので包丁で刻みます。今回のように手でかき集めづらい素材を刻む時にはこのスケッパーという道具を使うととても簡単にかき集めることができます。私は黒くて柔らかめのスケッパーが欲しいのですが、それがなかなか見つからないので今のところ貝印のこの赤いスケッパーを使っています。エビの殻を細かく刻み終えたら玉ねぎをみじん切りにしてその旨味を油で濃くします。今回はオリーブオイルを使って玉ねぎを加熱していきます。玉ねぎを焦がさないように弱めの火加減で加熱して玉ねぎの水分をゆっくり抜いていけば自然と旨味が濃くなっていきます。玉ねぎに火を入れる前に軽く塩を振っておくと玉ねぎから水分が出やすくなります。玉ねぎから水分が少し抜けてきたら先ほど細かく刻んだエビの殻を入れて焦がさないように火を入れます。殻の内側の内臓のようなものは結構水分を含んでいるので水分を飛ばしながら旨味を濃くしていきます。もしエビがフライパンに焦げつき始めたらすぐに水を少しだけ加えてフライパンから焦げを剥がします。だいぶ濃くなってきたので圧力鍋に移します。ここから圧力をかけていくのですが、その前にトマトペーストを入れます。このカゴメのトマトペーストは1袋に 1.5 個分のトマトが入っていて6倍濃縮になっています。生のトマトを使うよりも短い時間で調理できるので時間の短縮をしたい時には便利です。今回は圧力を1時間かけるのでその分だけ水が飛んでも焦げつかない程度の水を加えておきましょう。圧力鍋を使う時にはガスで加熱するよりも IH 調理器で電源オフタイマーをかけて加熱した方がうっかり焦げつかせてしまう可能性が少なくなります。イタリア米は日本米と比べて一回り粒が大きいのが特徴で Amazon やカルディでも売っています。今回使っているイタリア米はモンテベッロというイタリア食材に強い輸入会社の商品です。リゾットを作るときはまずフライパンに油をひいて米の周りにオリーブオイルをまとわせます。米を洗ってはいけないので気をつけてください。その後火をかけて米が透明になってきたらエビのストックを入れます。先ほど説明し忘れましたが圧力鍋で加熱し終えた後エビのストックをシノワでこしておきます。ストックの味を見ながらちょうどいい濃さになるように適度に水を加えてください。水の量は後から微調整ができるのであまり神経質にならなくても構いません。米がしっかりと水をかぶることと水を入れすぎないことだけ注意しましょう。ここでイカスミを入れます。私はイカスミをそれほど使わないので1回分がパックされているこの商品を使っています。これも私はカルディで買いました。イカスミが塊で残らないようによくかき混ぜて溶かしておきます。ここで塩を加えて味をつけたら10分間煮込みます。リゾットは沸騰し始めてから14分前後で完成するので10分経ったあたりから鍋や米の状態を確認し始めます。味見をして炊け具合を確かめて水が少なければ水を増やし水が多ければ火を強めて水分を飛ばします。リゾットといえばアルデンテに仕上げるのが一般的で
実際にイタリアでは比較的アルデンテが好まれるそうですが、柔らかめに炊いても当然美味しくなりますので、自分の好みで決めるといいと思います。今回はエビのストックとイカスミで作るリゾットをご紹介しました。エビのストックはリゾットの他にラーメンスープにも使えますので、よかったらいろいろと試してみてください。平べったい皿に軽く盛って、下方向にトントンと振動を加えて平らにしたら完成です。ご視聴ありがとうございました。